村上義樹は、京都府舞鶴市出身の日本の男性声優、俳優である、アクロスエンタテインメントに所属する。学生時代所属していた野球チームの監督や、チームメイトに声を褒められたことをきっかけに声優を、目指す。高校卒業後、大阪アニメーションスクール専門学校を経て、2014年より、アクロスエンタテインメントに所属、声優デビュー。t アニメ、 美南高校地球防衛ブラブラブで双子アイドルベッパーの弟ベップヒヒコ役として初のメインキャラクターレギュラー出演同時期から始まったラジオ番組美南高校地球防衛ブラブラブラジオザベッパーではに、ベップツキヒコ役の河本圭介と共にパーソナリティを務めた当ラジオはアニメ放送終了後も1年以上続きアニラジアワードでは 第3回新人枠やしラジオ賞、第4回最優秀男性ラジオ賞を受賞した。同時に、自身初の冠無理番組となる、ラジオ番組、増田俊樹・村上キキのオーシャンスピリットでも第4回新人枠、ためになる、ラジオ賞を受賞しており、第4回受賞式は2作品での登壇となった。舞台作品に出演することもあり、2020年2月には、前作舞台、 キング・オブ・プリズム、オーバー・ザ・サンシャイン、マイナスに引き続き、舞台、キング・オブ・プリズム、シャイニー・ローズ・スターズ・マイナスにて、従王ンカ、ケル役を務めた。アパレルショップ、リバとの、メンズモデル、ブランド、キングリー・マスクとのコラボ商品など、ファッション方面でも活躍が見られる。高校時代に調理師免許を取得。特技は、和太鼓演奏、殺人、アクション。 特に部活動で行っていた和太鼓は現在もよく話題に上がる。趣味はゲームで複数人プレイのできる賑やかなものを好む。カラオケにも頻繁に足を運ぶという。尊敬する声優に森田誠一、好きなアーティストにゲロをあげている。太字はメインキャラクター。はインターネット配信。はインターネット配信。はインターネット配信。 ありがとうございます。